皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、ね、はい、コロナ禍の中ね、たくさんのお客様に来ていただいて本当にありがたい限りでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして今日はなんと、うん、はい、はい、おしかねゆずさんのお誕生日で、うん、お誕生日、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。とってもキュートで可愛らしいゆずちゃん、はい、はい、ゆずちゃん、はい、プレゼントでございます。どうぞ。これゆずで、はい、ちょうどゆずっていうね、はい、あの、はい、ジュースがあってよかったですね。はい、今日はね6500人ぐらいの方がねお見えになってらっしゃいますので、そうですね、えなかひとみ初めてっていう方結構いますね。そうですね、6400人ぐらい、はい、はい、じゃあ自己紹介しましょうか。はい、はい、恵比寿神社の絵、中野の中、24の瞳の瞳、そして皆さんの体にビタミン、心に瞳、えなかひとみです。よろしくお願いします。はい、そして、はい、私が生涯獲得賞金0円プロテニスプレーヤーなんですけどもね、試合に出ることができませんので、えなかひとみの専属 MC をしております、南雲克則と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はおめでたい、はい、お誕生日ライブ、お誕生日ライブでね、はい、ゆずちゃん可愛いですが、はい、キュートで、はい、ひとみちゃんのね最近得意なのが謎かけだそうで、謎かけなんですね、はい、ゆずちゃんで何か謎かけできますか。できました。はい、はい、ゆずちゃんとかけまして、はい、さくらんぼと解きます。ゆずじゃないんだ、さくらんぼね。はい、さくらんぼと解きます。その心は、はい、どちらも気になるでしょう。イエーイ。ありがとうございます。まあね、あんまり今大声出せないですからね、はい、お家に帰ってから笑ってください。よろしくお願いします。ではね、はい、粛々と行きましょうか。はい、行きましょう。コロナの状態で、はい、マスクとか、はい、ワクチンとかソーシャルディスタンスとかありますけど、一番頼りにするのは何ですか。やっぱりアマビエ様にね。そうなんです。何かあったらね、お願いをするというか、神頼みでございます。神頼みが大事です。はい、最初の曲は、うん、神様、仏様、アマビエ様、ララバイです。はい、聴いてください。はい、聴いてください。神様、仏様、アマビエ様、疫病なんかに負けないよ、みんな仲間と競い騒いで、そう、大切なのは距離じゃない、心のディスタンスはゼロメートル、いつもシンクロしていたい、そう、みんな仲良く握手して、心を一つにハッピースマイル、見つめ合って話をしよう。病に倒れたら助けて寄り添う、ことは一緒に考えよう、雨降りだってたまにある、ねえ唇噛んで泣いても、やりたいこといつも諦めない、明日もさチャレンジしよう。真面目さと優しさ、自分を信じよう、自然でいたいね、無断がいい時、大胆で
がとうございます。ちょっとお水飲みますね。はい、まあね、病気になるもならないもね、免疫力って大事でございますので、ひとみちゃんのね歌を聴いて免疫力を上げてほしいと思います。なかなか美脚ですね、飲んでる姿ね。いやいやいや、はい、乾燥しますからね、水分を皆さんも取ってください。いろんなね菌はね、はい、喉に付着してるとなんか病気になりやすいんですけど、そうなんですね、水分と一緒にね胃に流し込むと胃酸は強いですから、そうです、病気になりません、ね、はい、はい、皆さん水分ねいっぱい取ってくださいね。じゃあ喉の調子が良くなったところで、はい、皆さんにね、はい、ひとみちゃんは普通の歌手ではなくいろいろなねお笑いもできるんですけれども、モノマネなんかもやるんですよね。はい、得意なモノマネのネタってあります？小池百合子都知事ができるんですか？すごい、今時の人ですけどね小池さんね。ちょっとやってみましょうか、はい、知事、はい、なんかね毎日2000人とか陽性者増えてますけども、はい、オリンピックとか大丈夫ですかね？大丈夫でございます。本当ですか？はい、はい、本当です。まあ知事がそういうんだから大丈夫でしょうね。はい、はい、知事はオリンピックでなんか期待してるスポーツとかあります？あります。それは女子サッカー。女子サッカー好きなんですか知事は？なでしこジャパンが一番です。応援しております。みんな似てると思ってるかな？似てますかねゆずさん。大丈夫ですか？ありがとうございます。よかった、よかったですね。優しいです渋谷のお客様。ありがとうございます。知事ね、はい、なでしこジャパン、はい、頑張ってほしいんですけども、じゃあなでしこジャパンに、ね、はい、エールを送るために、はい、なでしこジャパンで謎かけとかできますか？はい、できますよ、はい、うん、はい、なでしこジャパンとかけまして、はい、あたたたた、膝の痛い人と解きます。膝の痛い方と解きます、はい、その心は、はい、どちらもサポーターが大事でしょう。よかった、よかった、さっきよりちょっとね拍手が大きくなりました。よかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。半分は同情でしょうけどね、はい、では、日本サッカーを応援しましょう、はい、ということで、ね、応援しましょう。皆さんもよかったら手拍子で、はい、はい、デビュー曲ですね、はい、オフサイドガール、はい、聞いてください、恋の場合しく
未来を変えてゆこう。夢にも日付をつけてゆけるから、笛が鳴っても旗が上がっていても、心はいつでも夢にオフサイド。走り出し盛り上げていただきましてありがとうございます。今のね、オフサイドガールが収録されたアルバム、ファーストアルバム春というのもね、本日物販で販売しております。ひとみちゃんね、今日はね、ゆずちゃんのお誕生日と新春ということなので、皆さんよかったら帰りにね、物販コーナーにお立ち寄りください。ひとみちゃんとじゃんけんをして勝ったら、はい、もう好きなもの差し上げますね。本当ですか、はい、太っ腹、本当ね、負けたら勝ってくださいね。もう特別ですよ今日 ね、 ね、はい、誕生記念ですからね。誕生日記念でございますからね、毎日寒いんですけど、寒い日は外へ出たくないです。はい、お家の中にいたいですね。そうですね。そんな時は何してます？そんな時は、うん、ミステリー小説を、ね、読みます。ひとみちゃんは読書が大好き。ミステリー小説を読む。読む。ミステリーっていうのは何か事件があって謎なんですよね。謎ですね。そうですか。はい、じゃあね、皆様に、皆様にちょっとクイズで謎を出したいと思いますので、うん、考えてみてください。はい、では問題をお願いします。はい、いいですか、はい、皆さん、トラックが1台走っております。うん、トラックが走っています。はい、2台に、はい、ブドウ、ブドウ、はい、そしてサッカーボール、サッカーボール、サバ、サバ、イチゴ、イチゴ乗っています。うん、さて、曲がり角ではトラックは何を落としたでしょうか。はい、皆さんが運転手の気分でね。そうですね、何を落としたかちょっと考えてみてほしいんですけど、はい、じゃあ1曲歌う間に考えててください。はい、そうですね。では、ひとみちゃんの新曲でございます。はい、はい、窓辺のひなげし聴いてください。はい、thank you.
ありがとうございました。聞いていただきました今のね、窓辺のひなげし、そして恋の操り人形とカップリングになっております、はい、この CD の作詞作曲は本格ミステリーの巨匠、はい、島田総治先生がお書きになってくださいました、はい、という、ね、ありがたいですね、話題の CD でございます、はい、よろしかったら皆さん帰りにジャンケンしてってください。はい、さてひとみちゃんのミステリー問題、皆さん分かりましたでしょうか。トラックが落とした荷物、ぶどう、いちご、サバ、バスケットボール、そう、はい、何だと思いますか。何だと思いますか、はい、分かる方6500人って意外に分からないもんですね。そこのそちらのイケメンの方、こちらのかっこいいお兄さん、サバ、サバどうですか、サバ。惜しい、惜しい、惜しかった。でもね、せっかく答えていただいたからね、はい、そうですね、商品を差し上げましょう、はい、はいはい、ありがとうございます。マスクケースでございます、抗菌仕様でございますので ね、はい、はい、正解をじゃあお願いいたします。正解はですね、皆さん、うん、落としたものはスピードでした。なんだという感じでございますけどね、はい、カーブの前ではね、スピード落とさないと危ないですから、ね、はい、はい、皆さんも車の運転は気をつけてください。はい、ではひとみちゃんのライブは北は、はい、カムチャッカから南はパラグアイまで、はい、配信されておりますので、はい、今日の視聴者プレゼントはこちらの本でございます、はいはい、こちらは英語がですね、1週間で上達できるというナタミラクル瞬間英会話です。はい、はい、英会話でね、いろんな大切なことがありますけれどもね、はい、こちらの方がね、発音、姿勢、はい、はいはいはい、ひとみちゃんが CD とDVD で出演されております、はい、欲しいという方はどうしたらよろしいですか。はい、株式会社ナウンドまで、はい、東京都新宿区山吹町361、こちらまでハガキでご応募ください。はい、じゃあ今回は何名の方に、500名の方に、500名の方にプレゼントしたいと思います。はい、じゃあ会場で ね、欲しいという方、はい、ひとみちゃんの好みの男性がいたら差し上げてください。じゃあ、はい、英語勉強されたい方いらっしゃいますか。英語好きだなーって、6500人っていないんですね、英会話ね。じゃあ無理やり差し上げてみてください。はい、ありがとうございます。当然ひとみちゃんはね、英会話得意なんですよね。あ、ちょっと喋れますか。ちょっとだけ、はい、じゃあちょっと喋ってもらってもいいですか。今ですね、はい、わかりました。じゃあ僕通訳します。はい、じゃあ通訳お願いします。はい、はい、はい、My name is ひとみエナーカー。向こうの山に UFO が墜落したんだ。I am a singer. ご音とともに UFO 大爆発さ。 My town is Miyagi. My home town. My home town is Miyagi. 中からフラフラになって宇宙人が出てきたよ。 I like fishing. ひとみちゃんの新曲ラブラブ埼玉、レッツダウンロード、聞いてください。ラブラブ埼玉。はい、ラブラブ埼玉レッツゴー、ラブラブ埼玉ホームリラン、ラブラブ埼玉 with a smile、 ラブラブ埼玉。恋した私、海、うん、谷と、トトロ。
大好きなんですね。そうですね、はい、埼玉市に住んでます。そうなんですね、はい、はい、埼玉県民にね勇気を与える歌ですよね。はい、喉乾きますもんね。はい、じゃあひとみちゃんね、今日は大変な情勢の中、はい、来ていただいたお客様に、はい、御礼の気持ちを最後にね、謎かけでお伝えして終わりにしたいと思います。そうですね、はい、今日ね、コロナ禍の中、うん、はい、本当に命がけで来てくださった優しい皆様とかけまして、はい、公務員のお家と解きます。はい、公務員のお家と解きます。はい、その心は感謝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 、ありがとうございました。ありがとうございました。